なるよ。多くの皆さんからやってほしいって声はものすごいあったんですよ。今年は大会やらないってね、ちょっと決めてたんですけど、多くの人からやってほしいという声がものすごいありまして、今年はちょっとナルオ杯はやらないんですけど、せめてリモートはやってほしいという声が本当に多かったんですよ。やるか本当に直前まで悩みましたけど、ここでやらなかったら本当に視聴者さん離れたんじゃないかなという、そういうことも考えて、今回ちょっとやることにしました。第4回ヒラメ王決定戦リモートフィッシング第10回目となるメモリアル開催となります。果たして誰が4代目ヒラメ王になるのか、それはきっとあなたかもしれない。皆さんごきげんよう、ナルオでございます。10月もいよいよね、残りわずかとなりました。ヒラメ王決定戦も前半戦がね、まもなく終了し、後半戦にね突入する、まあそんな感じのね状況となっております。果たして今回ランキングはどう動いてくるのか。前回はね、熊谷さんが56センチを釣ってね、見事に大きさ部門1位、数釣りも1位ということでね、現在両部門1位の熊谷さん、果たしてこれを守りきれるのか、早速見ていきましょう。まずはこちらの方からです。はい、ということでね、初っ端からランキングが動いてまいりました。ここでいきなり首位交代ですね。はい、エントリーナンバー4番ラムさんでございます。頂上決戦第3弾最強タッグ決定戦の優勝者でございます。はい、通称ねナルの釣り道楽ではミスターマスクマンと、はい、呼ばれておりますラムさんでございますけども、釣果のね早速見ていきましょう。釣果10月20日仙台サークで釣れましたということでね、ヒットルアーがジャクソン、飛びすぎダニエル、ヒラメのサイズがついに出ました。小座布団65センチおめでとうございます。はい、ということでね、いきなりね、初っ端から、ね、小座布団登場でね、65センチ、いや、ついに出てきましたね、小座布団が。はい、ということでね、前半戦ね、ちょっとおとなしい感じで50センチ台の戦いだったんですけども、やっぱりこう、11月に近くなってくると、ドバーンとやっぱり一発大きいの出してくるんですよね。第1回目のヒラメ王決定戦の時って、1ヶ月間の開催だったんですけども、最終日にのんのんさんが、ね、最後座布団つって一発逆転かましてるんですけども、ちょうどね第2回ヒラメ王の時もずっと N さん1位だったんですけど、ちょうど多分2代目ヒラメ王のヌーバーさんが多分これくらいの時期の時にドーンと80センチ出してまくってんすよ。だからちょうどね10月から11月に差し掛かるあたりで1回大きいのが出やすいのかなっていう風には、ちょっと過去の統計を見てるとそういう風に感じますけどね。はい、ということでね、今回波乱が巻き起こりそうな、そんな展開でもね、見事にラムさん1位です。素晴らしいですね。本当に改めましておめでとうございます。そんなラムさんね、さらにね、もう1枚釣っておりますね。ご紹介させていただきましょう。こちらでございます。はい、素晴らしい仏持ちです。あの、フォトコンショーがあったらもう思わず選んでしまいそうな、そんなね、仏持ちの写真でございますけども、早速、釣果の方見ていきましょう。こちらも10月21日、仙台サーク、ヒットルアーね、ブルーブルーのメタルサルガス、ヒラメのサイズが 37.5 センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、数釣りの方もね、今回ラムーさん3枚ということでね、数釣り部門の方にもね、結構上位の方にね、食い込んでまいりました。ということで現在1位、数釣りの方もね、ちょっと面白い状況になってきておりますね。はい、ということでね、ちょっと今後のラムーさんのね、さらなる釣果どう伸ばしてくるのかで変わってきますね、数とね、大きさ狙えるんじゃないでしょうか。ということでね、今熊谷さん沖縄に行ってるんでね、サーク釣りどころじゃないんで、数釣り冷たい人今のうちですよ。熊谷さん今沖縄に行ってますから。はい、ということで続いての方ね、ご紹介しましょう。はい、またまたランキングが動きました。早速見ていきましょう。エントリーナンバー11番岩崎さんです。はい、今回の釣果でね、2枚目の釣果となります。早速釣果見ていきましょう。釣果日がね、10月21日県南サークで釣れましたということで、県南調子いいっすね、数も大きさもね。はい、ということでヒットルアーがね、ブルーブルーのジョルティ、ヒラメのサイズが出ました。小座布団2枚目 63.5 センチです。おめでとうございます。はい、ということでね、第2位ということでね、ラムーさんと 1.5 センチ差ということでね、なかなかのね、戦いが始まりました。ついに小座布団の戦いが始まりましたね。
はい、ということ本当になんだろうね、前回まで50センチの戦いでしたけど、ついに今回60センチの戦いがね、ついに始まりましたけども、はい、ということで、ね、だんだんね、やっぱり2枚目3枚目とね、やっぱエントリーしてくる方も増えてきましたね、ここくらいのね、あの時期になってきますと。はい、ということで、ね、今回ね、岩崎さんもね、2枚目の超過ということでね、カズツリの方にもランクインしてまいりましたということでね、いきなりね、お二人エントリーで一気にね、1位2位が入れ替わるというね、もう大波乱が巻き起こりましたけども、さあこのままランキングラムさん守れるのかということでね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー13番、武田軍団団長、武田のボスでございます。全大会大きさ部門第3位のね、実力者でございます。はい、早速超過の方を見てまいりましょう。超過日がね、10月21日、県南作、はい、ヒットルアーがね、ボス大好き島のスピンビーム、ヒラメのサイズが 42.5cm となってます。おめでとうございます。ということでね、ボスもこちら2枚目の超過ということでね、はい、カズ釣りの方にもランクインしてまいりました。今年県南の牛橋調子いいですよということでね、あのボスからいただいて、それでこの間ね、あの夜中行ったんですけど、虫がすごくてダメでした。僕はやっぱり夜は行っちゃダメですね、あの虫がすごいんで、明るい時にちょっと出直したいと思います。ということでね、ボスついに2枚目ということでね、はい、ちょっとまだ前回の70センチね、自分追いがちょっとできてませんけども、今年もね、座布団ひらめね、ちょっと超過お待ちしておりますんで、あと11月のね、24日かな、はい、頂上決戦ね、延期したの、ちょっとそこでね、再度ね、決着つけたいなと思っておりますんで、まあ、ちょっとね、まだ日にちの方ね、確定しないんで、あと皆さんにちょっと予定聞いて、OK だったら、11月24日予定でね、県南作で、再戦、頂上決戦、卍会 VS 武田軍団やりたいと思いますんで、ね、遊びに行きたい方は、ぜひね、県南作にお越しいただければな、というふうに、はい、思っております。それではね、続いての方、ご紹介していきましょう。続いてご紹介するのがエントリーナンバー14番ヘミンさんでございます。全体化大きさ部門7位の実力者がね、今回も、超過の方を出してまいりました。早速見ていきましょう。走行日がね、10月21日県南サフ県南サフ調子いいの本当にね。ヒットルアンがね、アダスタのサリュー、もう一つね、42センチの方ジョルティだったっけかな、確かずったの、はいね、今回2枚エントリーいただきました。ヘミさんなんですけども、前回もね、あのヒラメ 53.5 センチだったんですけども、今回もね、同一サイズで 53.5 センチということでね、はい、同じサイズになってしまいましたね。さてサイズ更新ならなかったんですけどもね、カズ釣りの方ね、今回2枚エントリーいただきましたんで、まあカズ釣り3枚ということでね、カズ釣りの方も上位の方に食い込んでまいりました。こちら42センチの方はね、もうサイズ的にもうリリースって感じだったんで、あのメジャーシートとかに乗せないでアプリで計測したということでね、ちょっと魚にあんまり負担かけたくなかったんでということでね、まあ、こういう形で今回ね、計測して超過の方を送っていただきました。それではね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いても実力者がエントリーしてまいりました。エントリーナンバー16番誠さんでございます。全大会大きさ部門9位数釣り部門第6位でございます。さあということでね、超過日10月22日仙台サーフ、はい、ヒットルアーがフリッパー、ヒラメのサイズが 47.5 センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、出勤前にもエクストリームかけたって言ってたんだっけかな、確か。はい、ということでね、仕事前にね、朝まずめ短時間勝負で見事に2枚目の超過ですね、誠さんね。はい、ということでね、今回ね、カズ釣りの方にも、はい、ようやくランクインしてまいりました。前回カズ釣り部門6位ですからね、はい、今回もね、カズ釣り上位いけるんではないでしょうか。熊谷さん今沖縄行ってますんで、狙うんだったらあれですよ、本当に今ですよ。あと11月のね、千葉のジオさんのね、リモートサーフ感謝祭の方にね、マジカメンバー熊谷さんも行くんで、はい、そこでまた多分おそらく超過出してくると思うんで、沖縄で悠々自適にね、今遊んでるんで、熊谷さん、本当にカズ釣り狙いたい人今ですよ。おそらく熊谷さん沖縄でトロピカルフィッシュですから今やってんの多分はい、ということでね、そんな情報を流してね、皆さんどう変わるのか。はい、ということでね、今撮影日がね、10月26日の土曜日、現在朝の4時50分でございます。こんなね、早朝みんな家族寝てる時にね、こんな撮影しております。はい、ということでね、まあ、今週の土日の超過でね、まだどういう風に変わってくるか
がちょっと面白いですけどね。なんといっても数釣りの熊谷さん、沖縄でバカンス中なんで、ぜひ数釣り狙いたい人今のうちでございます。ということで続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー19番、カッツさん。こちら2枚目の超過になりますね。早速見ていきましょう。超過日が10月14日、県北サーク、ティットルのバディワークスオフベイト、ヒラメのサイズが40センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、前回ね、43センチだったっけかな、はい、いただいて、今回ねちょっとサイズダウンですけどもね、ヒラメ2枚目の超過ということでね、いただきました。県北方面でもね、ようやくヒラメの方出てまいりましたね。はい、まあ、サイズ感的にやっぱり県南南の方がやっぱ強いかなと思いますけどもね。先ほどね、誠さんも仙台サーフでということでね、まあいただいた超過を見るとね、全体的にまあ南の方でも仙台でも県北の方でもヒラメは大体釣り始まったかなと思いますけどもね。でもラムさんもね、仙台サーフでね、今回65センチということでね、なってますから、まあ、ちょっと県北ね、大きいのまあ50センチくらいまでは出てますからね、まあ、県北の方面でまだ小座布団までは出てませんけど、ようやくヒラメサイズ出始まったなというふうにちょっと思いましたけどもね。はい、ということでね、ぜひね、県北方面もね、南に負けずに頑張っていただきたいですけどね。はい、勝さんのさらなる超過お待ちしております。それでは続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー25番、ヤドカリのやすさんです。はい、ということでね、ヤドカリのやすさんもこちら今回2枚目の超過ですね。早速見ていきましょう。超過日がね、10月20日、県南サーフ、ヒットロアがジャッカルのサブルスイムメタル、ヒラメのサイズが44センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、やっぱり今年は県南サーフに行く人多いですね。はい、ということでね、ヤドカリのやすさんね、今回ね、ちょっとね、ご自身の超過爆発しました。この他にもね、ちょっとまだ超過いただいてるんですよ。それではね、早速ご覧いただきましょう。こちらでございます。はい、2枚目の超過、ここに来て大きくサイズ伸ばしてまいりました。順位随分とね、上の方に上がってまいりました。チョコビね、同じです。10月22日県南サーフ、今度はね、ヒット量は大和ローデムの4インチで釣りましたということでね、ヒラメのサイズが52センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、今年初の50センチオーバーですということでいただきましたけども、僕は今年初めてがまだ出てないんでね、はい、いい加減そろそろ釣りたいなと、はい、思っておりますけども、そんなヤドカリナスさんね、もう1枚釣ってんすよこの人。今回3枚送ってきてんすよこの人。はい、ということでね、早速見ていきましょう。こちらでございます。はい、こちら3枚目の超過。人間は3枚も釣ると仏持ちの写真撮らなくなってくるのかって言いたくなったんですけどまあちょっとね、仕事の関係でね、ちょっと時間がなかったんでということでね、仏持ち撮れませんでしたということでね、はい、言ってましたけども、ヒットルアーがね、ローデムのこの TG で釣りましたということでね、ヒラメのサイズが44センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、今回3枚超過いただきまして、前回1枚釣ってるんで、数釣りの方がね、4枚ということでね、数釣り第2位にね、浮上してまいりました、ヤドカリナスさん。はい、ということでね、現在沖縄でバカンス中の熊谷さん、ここで一気に畳みかけてれば、ヤドカリナスさん、今週の土日の超過次第では、数釣り、入れ替えられるんではないでしょうかということでね、これを聞いて本人がどうなのか、仕事休みだったらいいかもしれないけどね。はい、ということでね、ヤドカリのやすさんがここでね、数釣りの方にね、大きくね、ランクインしてまいりました。今後はちょっと面白い展開になってきましたね。はい、ということでね、続いての方ご紹介していきましょう。ついに出ました、座布団。はい、ということでね、エントリーナンバー27番、夜勤前の調整さん。はい、ということでね、超過日10月19日おっぱ川加工、こちらね、ご本人さんからはね、北上川の加工ということでいただいたんですけども、多分僕の視聴者だと多分おっぱ川の加工って言った方が伝わりやすいかなということでね、こちらの方ね、ちょっとおっぱ川という風にちょっとね、表記させていただきました。はい、ヒットルがね、ブルーブルーのジョルティ、ヒラメのサイズが75センチとなってます。第1位おめでとうございます。はい、ということで、ついにね、座布団出てまいりましたということでね、いやでかいっすね、仏持ちね。ちょうどね、このヒラメの口のところに名前が来るんでね、ちょっと名前の方ね、ちょっと上の方にね、ちょっと表記してね、こう全体的にこうヒラメ映るようにね、ちょっとはい、してみたんですけども、いや仏持ちがでかい本当に。ということでね、おっぱ川で釣れたっていうことで、多分この超過を聞いた瞬間、多分ゆうたさんおっぱ飛ぶんじゃない、多分あの人ほれおっぱで小座布団釣ってるからね、
何気にね、おっぱい相性いいんだよね、ゆうたさんね。はい、ということでね。いやー、ついに北の方で出ましたね、座布団が。はい、ということでね。県南だけじゃないよということでね、見事にね、県北方面、おっぱ川の河口から、75センチの超過が出てまいりました。やっぱりあれだよね。10月から11月にこう切り替わる、大体そのくらいの時期で、ドコーンってやっぱまぐってくる人出てくるよね。さっきもね、あのラムさんの時にも言いましたけど、やっぱこのタイミングでね、1位だった人、ゴーンとまぐられますもんね。今回ね、ラムさん1位だったかなと思ったんだけど、ラムさん、ねえ、1位ね、多分、本人すごい喜んでたと思うから、ねえ、ちょっとまさかのね、ここで2位転落ということでね、でもまだ2位ですからね。はい、ということでね、ぜひラムさんも、座布団狙っていただきたいなということでね。いやーでも今回なんでしょうね、座布団小座布団とヒラメを決定戦らしい超過になってきましたね。はい、ということでね、第2回第3回はね80センチ出てますからね、まだこの後どうなるか分かりません。まだ11月が残ってますからね。はい、ということでね、夜勤前の当選さん、見事に第1位75センチ改めましておめでとうございます。それではね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー28番武田軍団の厚志さんでございます。はい、ということでね、あの品堀兄弟のお兄ちゃんの方でございますね。はい、ということでね、超高日が10月8日、こちらも県南サーフということでね、武田軍団は今年結構県南サーフ調子いいからそっち行ってますね。はい、ということでね、ヒットルアーが VJ22g、ヒラメのサイズが35センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、このお兄ちゃんもね、あれなんですよ、あの一つ釣ったとこすぐね、ポンとハイエナのようにね、あの狙い撃ちしてくる人なんでね、万事会 VS 武田軍団の時はね、どうぞよろしくお願いしますということでね。はい、続いての方、じゃあご紹介していきましょう。まだまだいますからね、今日。はい、どうぞ。続いてご紹介するのがエントリーナンバー29番ルイコスタさんです。はい、久しぶりにね、超過の方いただきましたね。早速ね、超過の方見ていきましょう。超過日10月21日、仙台作で釣れましたってことでね、ヒットロアがジャンプライズのカットビボ 130BR で釣れましたってことでね、ヒラメのサイズが55センチとなってます。おめでとうございます。仙台サーフでもなかなかいいサイズ出ましたね、55センチね。はい、でもね、もう55センチつってももう、ねえ、なんとかベスト10入りするくらいじゃない、もう。ね、1位、2位、3位がね、座布団、小座布団になっちゃったからね。先週のね、多分超過速報だったらこれ上位でしたけどね。いや、ちょっとルイコスタさん、1週間ちょっと、ね、遅かったっすね。はい、でもね、なかなか素晴らしいサイズです。はい、そんなルイコスタさんね、私の動画見るようになってからね、サーフ行ってみようと思ったらしくて、去年からね、サーフ釣り始めてみた、ということでね、はい、おっしゃってましたけども、ね、僕の動画見てなかったらサーフやってなかったかもしれませんって、ね、そう言われるとちょっと照れるじゃないですか。ね、はい、ということでね、マゲジと僕も頑張って釣るようにしてますんでね。はい、ということでね、今回ルイコスタさんからね、超過の方いただきました。それでは続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー30番、リュウさんでございます。最近ね、いろいろとリモートフィッシングの方エントリーいただいて、リモートフィッシングの常連様と言ってもいいでしょう、リュウさんでございます。さあ、ということでね、早速ね、超過の方を見ていきましょう。10月22日、仙台作で釣れましたということでね、ヒットルアーがサイドバイブ、これシーバスでも狙ってたのかな。はい、ということでね、ヒラメのサイズがこちら57センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、いいサイズなんですよ、これ、あれです、だってこれ、先週だったら、多分熊谷さんの時1位になってましたからね、これ、前回の超過速報だったら、今回で一気にみんなサイズ跳ね上がってる、もったいないな、リュウさんな、これな、前回の超過速報だったら1位でご紹介できたのにね、もうベスト10にも入ってます、これ、はい、ねえ、ちょっと紹介するタイミングをエントリー順にしなかったら、多分ね、一瞬一気にすることができたんですけどね。はい、ということでね。いやいや、でもね、なかなか素晴らしいサイズですよ。ということでね、朝方4時ぐらいに釣れたとかって言ってたかな。はい、ということでね。なんでもね、ベイルーフのね、タイドパイプとか、多分シーバス用のルアーだよね、これ、バイブレーション。ね。はい、ということで、まあ、バイブレーションでもね、ヒラメ食ってきますけど、ね、まあ、熊谷さんもね、前回ね、シーバス狙っててね、ヒラメ釣れちゃったって言ってるからね、意外とね、まあそういうパターンでも来ると思いますけども。
はい、ということでね、リュウさんからヒラメ57センチの超過いただきました。まだまだいますからね。はい、ご紹介していきましょう。続いてご紹介するのはこのお方、ナルオの釣り道楽スポンサーフェブリエ代表取締役の、木村 P さんでございます。エントリーナンバー31番でございます。はい、ということでね、ナルオの次に動画に出ている人だとね、言っても過言ではない、木村 P さんでございます。フェブリエではね、あの社長さんですけど、こちらの超過速報の時にはね、あのフィッシングネーム木村 P となっております。はい、ということでね、何気に全大会数釣り部門第10位なんですね。はい、ということでね、そんな、フェブリエの、木村 P さんでございます。超過日10月21日綿の葉作でね、釣れましたということでね、1トロが台場のオーバードライブ、ヒラメのサイズが20センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、21日ってこれ月曜日なんですよ。あのフェブリエの研究日ってね、あの基本あの水曜日でね、第2第4がね、あの火水って連休になるんですけども、営業中に行ったんですかと。ということで、なんか何気に時間があったんでということでね、ちょっと隙間時間に行ったんでしょうね。はい、ということでね、まだマゴチ釣れてましたということでね、あのマゴチの超過を送ると、あの勘違いやろうって言われるんで、あの勘違いしたくないでということでね、あの超過のね、報告だけいただきました。はい、ということでね、罵られたくない人は送らない方がいいんですよね。罵られてでもいいからね、僕の釣った魚を紹介してくれっていう人はね、あの勘違いやろうということでね、後ほど紹介しますんで、はい、今回もたくさん勘違いしてる人が来てますから。はい、ということでね、今回はね、木村 P さん20センチということでね、まあ、前回ね、あの数釣り第10位ですから、まだこんなもんで終わるとは思わないんでね、まあ、北方面もね、だんだんサイズが上がってますからね、まあ、おっぱで75で出るくらいですから、ぜひ頑張っていただきたいなと、はい、思っております。それではね、続いての方ご紹介していきましょう。はい、続いてご紹介するのはね、エントリーナンバー32番、我らが漫字会のカオル先生でございます。はい、漫字会山形支部でございます。はい、ということでね、超高部が10月25日阿武隈川河口、ヒットローがね、ジャクソン、飛びすぎダニエル、これブレード付きで釣ったって言ったかな。はい、ヒラメのサイズがね、44センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということで、わざわざ山形から阿武隈までご苦労様ですということでね。はい、満時間のね、メンバー半分くらい山形ですからね。はい、ということでね、わざわざ山形から、来ましたということでね、まあカオル先生がつったら次は高橋先生がなど、はい、思いますんでね、高橋さん超過保護が待ってますんで、はい、ということでね、まだまだいるんですよ、人が。はい、ということでね、あと2人います。ご紹介しましょう。続いての方はこちらの方でございます。はい、続いてご紹介するのがエントリーナンバー33番りょうさんでございます。はい、ということでね、超高部が10月25日県南サーフ、ヒットルアーがね、フレッチ 95S、 ヒラメのサイズが 38.5 センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、りょうさん、ようやくエントリー来ましたかということでね、まずは手始めに、まあ、ソニーサイズということでね、去年ね、小座布団釣ってますからね、りょうさんはね。はい、去年小座布団釣ってるのにもベスト10入りできませんでしたからね、去年小座布団が多いんですよ。だって1位から多分小座布団釣ってる人もって16人いますからね。はい、ということでね、去年はね、本当にね、小座布団ラッシュだったんで、はい、今年はどうなのか、今のところね、まあ、座布団小座布団含めて3枚ですけども、りょうさんもね、実力者ではございますんでね、まだ1ヶ月残ってますんで、ぜひ去年のね、己超えぜひ達成していただきたいなと、はい、思っております。それでは最後にね、この方をご紹介したいと思います。はい、ブリーチの挽回みたいな名前の人が今回も来ましたということでね、エントリーナンバー34番、雷帝満潮ギジエレシさんです。はい、ということでね、もういい加減ね、覚えます名前。はい、ということでね、早速見ていきましょう。超国で10月25日県北作で釣れましたということでね、ヒットルアーがヘンチマン、フィラメのサイズが46センチとなってます。おめでとうございます。はい、ということでね、県北方面やっと本当にヒラメサイズ出てきましたね。本当はね、俺もね、今日実家ね、本当行ってたんですけども、金曜日、ちょっと帰りに寄ろうかなと思ったんですけどね、ちょっとね、時間なくて結局行けなかったんですけども、県北方面もちょっと行ってみないんだけどね、まあちょっと実家に行く用事がまたあるんで、まあそのうち多分県北方面ちょっと大曲がりの方打ってみたいなと思ったんでね、
はい、ということで、ね、今回ね、ギジレスさんの方でね、はい、46センチ紹介いただきました。ということでね、今回はね、この雷帝番長ギジレスさんのね紹介で、紹介は以上となります。とりあえずね、今回ね、総括してみてると、まあついに小座布団、座布団が出てきたかなということで、一気にトップね、1,2,3 が入れ替わりました。第1位ね、夜勤前の挑戦さん75センチということでね、見事に第1位に君臨してましたけども、ね、数釣りの方もちょっと面白い状況になってきましたよね。ちょっと数釣りの方を見ていきましょうか。それでね、数釣りの方を見ていきましょう。今回ね、あの2枚以上の超過の方のみ、こちら表記させていただいております。現在ね、数釣り6枚トップが熊谷さん。その熊谷さんを追いかけるのがね、エントリーナンバー25番のヤドカリのヤスさんの4枚ということでね、ヤドカリのヤスさん今回3枚超過ね、上げたことによってね、一気にね、こう熊谷さんにこう手が届きかけてる状態ですよね。はい、その熊谷さんが現在沖縄でね、あのバカンス中でね、サーフフィッシングどころではございませんということでね、沖縄でヒラメが釣れれば話別でしょうけども、おそらくね、トロピカルフィッシュとかになるのかなと思うんでね、なんか噂じゃ GT やるかやらないかとかっていう、そんな話も出てますけども、はい、ということでね、熊谷さんが沖縄に行ってる間にぜひね、あの数増やしてほしいなと思います。ということでね、まあヒラメの超過3枚がね、4人ですね。タカピーさん、ラムーさん、みっちゃんさん、ゆうきさんということでね、はい、あと2枚の方が、こういう風にいますよということでね、はい、まあ、だんだん数釣りの方も面白くなってきましたね。今回ね、ヤドカリのやつさんがね、ぐわーっと3枚送ってきたことによって、ちょっとね、熊谷さんにこう手がかかりそうになってるところが、まだちょっと面白い展開ですよね。はい、ということでね、大きさだけじゃなくてね、数でもね、こう争えますんで、大きさで勝負するのか、数で勝負するのか、最小サイズで勝負するのか、ね、なんなら全部制覇しちゃうのかということでね、前人未到の2冠達成、やるかやらないが、今本当に面白い状況になってますからね。はい、ということでね、数はこういう感じになっております。それではね、大きさの方ね、暫定ランキングでご紹介します。それではね、第5回のね、超過速報、これにて終わりたいと思います。それでは最後にね、あのコーナー行きたいと思います。それでは行きましょう。さあ、ヒラメだって言っているのにもかかわらず、それ以外の魚が釣れてしまった、どうしてもみんなに見てほしい、見てほしいというね、自己承認欲求の塊を、ナルオの釣り道楽では勘違い野郎と呼んでおります。そんな勘違い野郎をね、今回も紹介していくわけでございますけども、ヒラメだっってるのにもね、はい、今回シーバス送ってきました。これトッシーさんですね。はい、超高部10月19日南三陸、アンモノ狙ってたら、あの事故りましたということで、なんとね、これ自己記録更新だそうです。はい、セットアップで釣りましたということでね、これいつもの超過速報だったらね、おめでとうございますですけども、これ勘違い野郎ですから、ヒラメだっつってのにこれ送ってるんですから、あなたにはね、この言葉をね、お届けしたいと思います。この勘違い野郎が。さあ、ということでね、この勘違い野郎ね、さらにね、ちょっと勘違いしてるんですよ。ちょっと勘違いっぷりをね、ちょっと見ていただきたいです。ヒラメだって言っているのにもかかわらず、今度はロックフィッシュを送ってきやがった。私に言った一言、いよいよロックも本番間近ですね、ヒラメだっつってんだろう。ということでね、超高日10月23日南三陸、イコギアのリングマックスで釣れましたということでね、こちらベッコ沿い46センチ、こちらも自己記録だそうです、ね、せっかくの自己記録をこう罵られるわけですよ。ということでね、ここに送ってくる人はド M しかいないのかということで、あなたにはこの言葉を送りましょう。この勘違い野郎が。さあ、ということでね、自己記録更新しておめでたい超過をね、こう罵られるという、とんでもないコーナーでございますね。それではね、続いての方ご紹介しましょう。さあ、続いての超過を紹介するのはルイコスターだ。もう勘違い夜にはさん付けはしない。さあ、ということでね、超過日10月21日仙台サーフ、ジョルティで釣ったそうだ。ヒラメ55センチ釣って、シーバスも55センチだそうだ。さあ、そんな彼が私に言った一言、ぜひ勘違い野郎がお願いしますと。お前はド M か。さあ、望みの言葉はお前にかけてやろう、この勘違い野郎が。さあ、ということでね、これは本当にド M の人ですよ、本当に。もうね、続いての方ご紹介しましょう。
はい、ということでね、ついにあの舐め腐った投稿が来ました。現在あの沖縄でバカンス中の、3代目ヒラメハンターの熊がいた勘違い野郎にはさん付けをしない。さあということでね、もうこれはね、勘違い野郎ってことただのバカ野郎でしょ、これもうね。ちょっといろいろと見ていきますよ。チョコビね、10月19日空港近くの川で、釣ったそうです。餌釣りで青磯目、魚種はチンチンってね、あの黒鯛のね、あのちっちゃいサイズ、まあ、海図って言うんですけど、それをさらにちっちゃいサイズね、あのチンチンっていう関東方面では言うんですけど、サイズがね、あの俺のチンチンサイズということでね、ね推定何センチだってね、あの書いてやろうかなと思ったんだけどね、お前には勘違いやろうじゃなくて、この言葉を送りつけてやる、この大きなものが。さあということでね、何が俺のチンチンサイズか、この顔見てくださいよ、本当にもうね。はい、そんな彼は現在沖縄で爆発中でございます。続いての方ご紹介しましょう。さあ続いても、俺のチンチンサイズの魚が届いてきたぞ。我らが万事会タカピーだ。もう勘違い野郎にさん付けをすることはやめたということでね、早速見ていきましょう。10月19日仙南方面、多分おそらく一緒に行ってます。はい、ということでね、マゴチ12センチだそうだ。もう俺はこのセリフを言うのは疲れたよ。さあでもこの言葉をみんな待ってるんだろう、この勘違い野郎が。さあということでね、このタカピーはねまだね勘違いしてるんで、あと2つ超過届いてるんですよ。さあ見ていきましょう。はい、釣ったら釣った分だけ全部送ってきます。僕の魚を見て、僕の釣った魚を見てと。はい、ということでね、ハゼ釣ったそうです。23センチ、何気にいいサイズだよね。はい、ということでね、ハゼですと今アッパレ熊五郎さんの方でやってんじゃね、ハゼダービーみたいなのね、そちらに送れば、もしかすると上位入賞するかもしれませんよ。はい、ということでね、僕以外のところでもね、あの釣り YouTuber さんリモートフィッシングやってるようなんでね、はい、ハゼはあのアッパレ熊五郎さんの方に、はい、あの送ってみてはいかがでしょうか。この間キッサさんなんかね、紹介してもらってなんか俺の名前出てたみたいですけど、はい、な全然大先輩でも何でもないんですけどね、なんか大先輩って言っていただいたようで、はい、本当にありがとうございますということでね、はい、ちょっと勘違いやろう言うの疲れなんでね、まだタカピーさんの超過あるんでね、最後のね、あの超過でとどめさせたいと思いますね。最後の超過はこちらになります。はい、最後にねメッキが釣れたそうです。これ大きくなるとあれでしょ、あの GT 動画になるやつでしょ、これ浪人やつ動画って違うのかなこれ。はい、ということでね、とりあえずね、たまにサークでも釣れますよねこれね。はい、とりあえず釣れながらということでね、送っていただきました。釣ったら釣った分だけ全部送ってくる男、それが勘違い野郎、僕の魚を見て、僕の釣った魚を見てくれと。はい、自己承認欲求の塊でございます。さあ多分今回のヒラメのリモートで一番勘違いをしているのはこの男タカピーだ。そんなお前に最後にこの言葉でとどめを刺してやる、この勘違い野郎だ。さあということでね、ヒラメ以外の超過を送るとこのようにさん付けもしてもらえなくなります。はい、ということでね、自己記録更新のめでたい魚ですら罵られるんです。はい、ということでね、ヒラメ以外の魚を釣った際はね、罵られるの覚悟で送ってください。あとハゼはもうアッパレクマンゴロさんに送ってください。僕の方送ってこなくていいです。はい、ということでなるほどでございました。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
エントリーは公式 LINE から。概要欄に登録フォームがございます。お名前、釣った場所、調光日、ヒットルはサイズをご記載の上、ヒラメのサイズの画像、ヒラメを持っている画像の2枚を公式 LINE に送ってください。超過は1週間以内の超過に限ります。頼むから1ヶ月前の超過なんか送ってくるんじゃねえぞ。調光方法はルアー、ワーム、ディズニーによる調光に限らせていただきます。餌釣り、泳がせ釣り等の超過は無効となりますのでお気をつけください。調光エリアはサーフ、河口、堤防、漁港、磯、陸地からの超過のみとなっております。頼むから船釣りだけは勘違いしないでくれよ。ということで、なるほどございました。皆様からのエントリーお待ちしております。どうぞ。これが噂の魅惑のレモンティーです。今、はい、泉さん食べないの？ということで、誠さんが持ってます。分からないですけど、分からないですけど。さあ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 、夕方、この県内のサークで夕末目、短時間勝負。これが噂の魅惑のレモンティーです。いただきます。クリームを、あー、いいですね。柔らかい感じですね。うん、うん、ま、思ってたほどは酸っぱくないですね。あ、程よい酸味と、あ、酸味で、はい、クリームの上手。食べてみたらいいじゃないですか、ゆりさん。うまい。酸っぱい。酸っぱいって、だって、食べてみて、本当に酸っぱいんだから。まあ、酸っぱいけど、そうそう。そうそうそう、そうだけど、うん、そう。けど、あ、レモンティー。意外とその、思ってたよりは。レモンティー。そう、レモン。うん、酸っぱいとか、うん。意外、うわ、酸っぱいとかじゃないんですよ。うまいですけど酸っぱいですよ。いや、なるほど。ね、いいよ。どうぞどうぞどう、食べてください、食べてください、食べてください。ぜひ。ああ。酸っぱいでしょ？酸っぱい。レモンティーですね。レモン。そうそうそう。レモン。でしょ、でしょ、でしょ。でも美味しいぞ。味はするんです。そう。この中がこの茶色い部分がティーです、ね。ああ、なるほどなるほど。ええ、ああ、後から来た、後から来た。でしょ、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 うん。このティーの、うん、後から来る。そう、ティーが、はい。魅惑のレモンティーです。はい。美味しいです。飲み物合わせるなら何にしますか？ビールですね。